はるみさん、こんにちは。かんでしたので、皆さん、アイリスの対策どうしてますでしょうか？昨日ですね、アイリスを対策できる編成を3つ紹介するという動画出したかなと思うんですけども、今回はですね、昨日紹介していないキャラっていうのをもう一人紹介したいなと思います。まあ、そのキャラが誰かって言いますと、このラインズマンシャルロットなんですけども、まあ、以前にもね、動画出してはいるんですけども、この子にですね、この最低者ラケットを持たしてエンブレムを前回大会のものにしてあげるとですね、ダメージが受けないし、かつ弾もアウトしないっていう最強なラインズマンシャルロットを使うことができて、まあ、時々目とかでね、結構止められてしまったりはするんですけども、左右にね、絶対アウトしないものを、振っていけるっていうのは結構強みだったりするので、まあ、それで対策していくっていう感じになっております。ということで、今からですね、そちらの映像を見ていってください。どうぞ。このチャンネルでは、白猫テニスについての動画を上げてますので、興味がある方はぜひチャンネル登録してください。はい、というわけで1戦目見ていきたいなと思います。相手の編成は黒の後継者と決戦ミュウと、もちろんながらラインズマンシャルロットがいるっていう感じになっているんですけれども、まあ相手のラケットはね、先ほども言った通り最低者ラケットと、多分まあエンブレムもね、スタメンダメージがなくならないっていうものになっているんじゃないかなと思います。まあ別にね、アイリスに対して体力なくなるとかはないと思うので、まあこの前のエンブレム持ってないよっていう方であってもですね、最低者ラケットを持たしてね、やっていただけたらなと思うんですけど、最低者ラケットに関しては、あらないと、ちょっとアイリスに対しては厳しいかなと思います。もちろんやれないことはないかなと思うんですけど、あった方がね、勝率はぐんと上がるかなと思いますので、最低者ラケット持ってない人に関しては、昨日出した、アイリス対策の編成3つの中のどれかを使うであったりとか、その1個前に紹介したね、ルミエ足すもう1人で対策するなど、まあ、そのようにして対策していただいた方が、勝率はいいんじゃないかなと思います。まあ、みたいにですね、ラインズマンシャルロットって SS 打ったらね、オンザラインショットなんで、特電力結構あったりはするんですけども、このね、アイリスは時止め使うことによってですね、片方は自分の体で守って、ほんでもう一サイドはですね、この時止めで守るっていうね、結構特殊な、防御を使うことができたりするので、SS 自体にはね、そこまで得点力なかったりするわけなんですよ。もちろんゼロっていうわけではないんですけども、まあ、うまいアイリスって多分ね、必ずと言っていいほど、オンザ SS はね、補給してくるかなと思いますので、そこではあまり得点することができなくて、どこで得点していくかっていうと、この最低者ラケットを持たしてもアウト次第っていうことをね、いいことにですね、めちゃめちゃ左右に振っていくという、えげつない角度で打っていけるっていうのが、このラインズマンシャルロットでの強みかなと思いますので、まあ、先ほども言った通りね、最低者ラケットはぜひともね、つけていただけたらなという感じになっております。なので、最低者ラケットがなかったラインズマンシャルじゃないキャラを使うのを、まあ、僕はお勧めします。まあ、別に一回使ってみてアイリスに勝てるんであれば全然いいんですけども、まあ、俺の、個人的な感想としてはっていう感じですね。ほら、こんな感じで。左側は自分の体で守って、ほんでクロスに来たら、時止めしてしまえば止めれるっていう節があったりするのでね。まあ、そこが注意点だったりするので、まあ、普段やったらね、オンザレインショット打ったら決まってね、まあ、ぼーっとしとっても大丈夫かもしれないんですけど、アイリスタイムの時は取られる可能性が結構高かったりするかなと思いますので、まあ、しっかり身構えはしといていただけたらなと思います。まあ、別に花嫁一かほどはね、身構えなくていいですよ。あれやったら、オンザライン SS を相手に捉えてしまうと、オンザラインのまま帰ってくるからめちゃめちゃ身構えなあかんねんけど、アイリスの場合は別にそんなわけではなくて、まあ、ただ時止めされるか普通にスライスで帰ってくるか、その程度なんで、まあ、そこはそんなにね、焦らなくてもいいんじゃないかなと思います。で、今結構ね、有利にことが進んでいるかなと思うんですけども、まあ、ちょっとね、やっぱ角度がエグすぎて取れないっていう。ほら、やばくね。こんな左右振れる、やばくね。こんなんされたら、ちょっとね、アイリス側もね、10秒に1回ね、時止めが復活するっていう感じにはなっているんですけど、それじゃ足りひんし、あとまあ、オンザライン SS のために温存しておきたいみたいなのがあったりするわけなんですよ。なので、SS かと思いきや普通の弾やった場合とかね、その時止めで取るっていう判断がちょっと遅れてしまったりとか、そういうのがあったりするんで、まあそういう考え方というか、そういうことを踏まえるとですね、ラインズマンシャルロットの方があまり考えずに、アイリスに対して戦いやすいかなと思いますので、まあ長期的に戦っていくのであれば、ラインズマンシャルロット側の方が有利かもしれないですね。集中力切れたらアイリスの方がちょっと、厳しい感はあるかもしれないです。ただまあ、当たる相手もよるし、その人の集中力とかも全然わかんないんで、あれなんですけどね。そうそう、昨日のコメント欄でね、結構面白いのがあってね、そのアイリスの対策キャラとして最近増えているクロカとかがむしろアイリスよりもきついっていう人もね、いたりするみたいで、いや、俺も確かにクロカはね、元から苦手でね、まあ、あんまりおらんくて助かってはいたんですけど、やっぱ PS の高いクロカとかマジでどうしようもなくて、しかもまあ別にそこまで PS 高なかったとしても、そんなレートが高くない人であってもですね、なんて言うんですか、ギミック2つ出せるじゃないですか。なんか4打球か5打球に1回ぐらい飛炎ロボを打つことができて、そこの着弾点にですね、相手の球を遅くするっていう能力のある地面型ギミックを置くことができて、それプラス、まあ、鬼ゴッドっていうね、空中型ギミックで相手をね、ノックバックさせるっていう能力。
この2つがあることによって結構ね、どのキャラで対策したらいいかちょっと難しかったりしますよね。さすがになんか空中型ギミック無効だけとか地面型ギミック無効だけであってもちょっと防ぎようがないじゃないですか。 SS の速度下がっても嫌ですし、ノックバックしてなんかちょちょいってなんか押し流されて負けるっていうのも結構難しかったりするし、相手の走り速くなってね、なんか体力からしたとしては無理やったりするから、マジでどうしたらいいかわからんくて、まあもちろんノックバン無効とかね、空中地面無効とか持ってるキャラやって戦いやすいんかなと思うんですけど、僕はそういうキャラ入れてないんでね、ちょっとねどうしようかなと悩んでる最中ではあります。でまあ空中地面無効で一番代表的なキャラは多分まあ黒の後継者ですよね。まああの子特殊状態にならなくてもその状態になれるっていうのは結構強かったりとか、あと今の環境結構使いやすくて、さっき言った通り黒化に対して戦っていきやすいっていうのと、ギガスループスを持たせることによってね、アイリスの体力を枯らして対策するっていう方法であったりとか、まあルメイリーダーにしてる方であればね、ルチアが全然怖くなくなるっていうね、メリットもあったりするので、もしまあ黒の後継者持ってるよっていう方で、まあ最近外してたわっていう方であれば、一度ねもう一回入れてみてください。結構今の環境使えるかなと思いますので、まあ、ぜひともゲットしていただけたらなと思います。まだ持ってない方であってもですね、アイス環境がまだ続くようであれば、あとまあクロカとかその辺のキャラもきついよという方であればですね、1週間後ぐらいに毎日ね8月のうちに20日間ログインしていればね、キャラセレがもらうことができて、その中に黒の後継者もねラインナップに入っているっていう形になってますので、まあ、それを取るっていうのも割といい選択肢かなと思いますし、あとまあスター凱旋フェスガチャでね、スピードタイプのためにずっと食べていたっていう方はですね、そこでも黒の後継者当たるっていう感じになっておりますので、まあ、そこで当てることも可能だったりするんで、まあ、結構ねいろんな人が当てれると思うんですよ。なので、まあ、ほんまに結構おすすめなキャラとなっております。でまああとアイリスの対策キャラとして結構使えるのが邪神ハルですね。結構高レートの人は使っていたりするんですけど、やっぱ使いこなすのが難しいっていう点でね、あまり使ってる人は多くないかなっていう印象ではあるんですけども、まあアイリスって SS 打ったら地面型ギミック無効をつくので、地面型ギミックで攻めることは不可能だったりはするんですけども、その邪神ハルに関してはですね、一定ダメージを受けるごとに大体まあ3、4打球かまあ5打球かわかんないですけど、そんぐらいに1回ぐらいですね、上から空中性の雷が落ちてくるわけですよ。その雷で相手をね吹き飛ばして得点していくっていうことであったりとか、あと低バウンドを持っていたりするので、まあそれらで基本的には得点していくっていう形になっているんじゃないかなと思います。まあラケットはねヘリオブライトも出してもいいかなと思うんですけど、圧倒的に多いのはアスラモチーフのラケットですね。まあこのラケットはですね、相手の SS を補給したらその SS の軌道をね GS で獲得するっていう感じになっているので、まあアイリスの SS を取ることができたらですね、そのまま相手にめちゃめちゃ速い SS をね GS で飛ばしていけるっていう感じになっているので、それで結構得点力持っていけるっていうものになっているんですけども、これに関してはですね、多分明日サバイバルタワーで5000円以内に入っているとね、無料でゲットできるっていうものがあったりとか、まあ、それでゲットできなかったっていう方はですね、ガチャスタンプ1個目でね、ぜひともゲットしていただけたらなとは思うんですけども、まあ、あれですね、来月コラボが決定しているっていう感じになっていて、コラボってね、ガチャスタンプ1個目で絶対ゲットできるっていう形になっていることが結構多かったりするので、まあ、そのジュエルの数に余裕があるっていう方はですね、取っていただいてもいいかなと思うんですけど、一応ね、コラボキャラ強い傾向にあったりするので、そのために250は置いといてほしいんですよ。で1ヶ月でだいたいどんぐらい貯まるかっていうと、まあ、100ぐらい貯まったらいいかなぐらいなんで、今 S ジェル400個ぐらいあるよっていう方に関してはですね、引いていただいてもいいんじゃないかなと思います。で先ほどですね、来月コラボが来るって言ったかなと思うんですけども、それより前にもう一つねガチャが来るらしくて、明日まあ詳細わかるっていう感じになってるんですけども、お知らせ見ていただいたらわかる通りですね、青の王が水着姿で登場するという形になっております。まあ、もしかしてちょっとちゃうかもしれんけど、多分そうなんですよ。もう 99% ぐらいでそうかなと思うんですけども、まあ、なので、まあ、そのキャラがアイリス対策になるのか問題はありますよね。今のところね、ずっとハードコートで出てるわけじゃないですか。初期青の王もクリスマス青の王も灼熱青の王も全部ハードコートなんで、ハードコートで来るのか、はたまた、まあ、今回の新キャラってさ、アイリスとハルがハードコートで、アスラがクレーコートっていう感じになっていたので、それで唯一来ていないねグラスコートに登場するのか、まあ、それはねいまいちわからないという感じにはなっているんですけれども、まあそのどっちかで来るんちゃうかなと思ってるんですけどね。でもまあ青の王やからね、さすがにハードコート来るような気はするんですけど、まあどうなるかわかんないで、まあその詳細に関してはまた明日動画出すかなと思いますので、ぜひ皆さんね楽しみに待っといていただけたらなと思います。多分ですけど、まあ1体で登場して前のクリスマスミュウェみたいな感じで
一体だけ登場するガチャみたいなんがあるんじゃないかなと思います。その時にね、前のクリスマスミューやったら 250GL 使うことによって 10% の確率でね、あの青の王が出る、青の王じゃない、クリスマスミューが出るみたいな、そんなガチャがあったりしたんですけども、まあ、それね、引いていただくともちろん普通にガチャ引くよりか確率は高かったりはするんですけども、わざわざ 250GL 使ってまで引くほどの価値はそこまでないかなと感じましたね。だってま、僕自身もま、250GL 検証としてね、引いてみたんですけど、まあ、当たり前のごとくね、別に当たることもなく、あの普通に散っていったっていう形になっていたんで、まあ、別に青の方がめちゃめちゃ欲しいよって方に関しては全然引いてもらっていいかなと思うんですけども、あの SGL にそんな別に余裕がないよっていう方、今700個あるっていう方であっても、まあ、僕なら引かないかなっていうあの感じではあります。であと何話そうかな、もう多分話すこと全部尽きたかなと思うんで、まあよかったら最後まで試合見ていただけたらなと思うんですけども、まあ1戦目に関して俺が負けて、2戦目は僕が勝って、で3戦目はどっちやったかどっちか忘れたんで、ぜひ皆さんもね予想していただけたらなと思うんですけども、あのまあ先初めの方にも言ったかなと思うんですけど、相手のアイリスの強さにもよったりするのでね、他のキャラ手の方が対策しやすいかもしれないんですけども、今俺が今までに紹介してきた、まあ、編成とかキャラがいないっていう場合であればですね、あの結構使いやすいキャラになっているかなと思いますので、まあ、よかったらね使っていただけたらなと思います。ということで、また皆さんお会いしましょう。バイバイ。